こんにちは。残り3つ。クリアできるかな ?32。プレイヤーがいて。これ何が起きてんの?プレイヤー自体になんかくっつきの物体が。プレイヤーにくっつきがくっついた。プレイヤーの横にくっつきがくっついた。プレイヤーが左下に到達すれば、箱一つ持ち上げて、なんだべこれ。このハットをここに持ってきて、上に引き上げる。プレイヤーがここにいればこれを引き上げられるから、これをここに持ってくるのがミッション1。本当かな?取れた。これをやっちゃいけないよって言われてんだ。渋いね。どういうことよ。え、どういうこと?あそこに、ウサギを入れたいのに、左に向かって引っ張るときに、こいつが磁力を持っているとアウトだ。むちゃくちゃだろ、言ってることが。これがダメ。ダメ?ダメだよな。これがまあ終わりなんだけど、この中間地点の意味のわからなさがやばいね。意味がわかんないんだ、これ。ここにあるパーツを左に持っていくには、ハットがなぜあったかを考えたいのか?このパーツを左に押すしかないんやが、このパーツ自体がくっつきを持っていない。つまり、くっつきを持っている別のキャラクター越しにこの箱を押すしかないわけなので。くっつきを持っている帽子から一個外して、だから帽子を接着剤として使うべきだったんじゃな、多分。だな。ただ、それができてもこっちがダメなので、さらにこれを崩し直さないといけないというタスクあり。誠に?どうすりゃいいんだ。自分が右側に来てるが理想的なんだよね、本当は。ここは帽子経由じゃなくて
帽子をかますか自分がかまされるかの二択なんよな。だこの帽子をただの分離するための素材として見てしまうと、ここで分かれてこれをどっかに置いといて、これを使ってこっちに押すことができて、あそこに入れたのは間違いなのか。こいつがここにあるとこの先が辛い。もう一回出し直すとか やるかな。こうすると確かにめちゃめちゃ広くなるんだけど、これをやった上でセッティングし直しをやらせるって初期盤面じゃんね、それね。いやーでも違うのか。自分が右にいる状態で全部やり直せるっていうのはまあ大きいのかな。これを置いといて、で、こっちに自分がいる状態で、これを引き、そして、あ？違うな。ここまでやって、そして、また戻らないといけないらしいんだよな。この二人。戻んないといけない？うん、プレイヤーがそこで上に上がるが目的だったはずだから。この帽子いらない。帽子いらないよ。ああ、だったら、この帽子をここに置いとけばよかったのかな。これをここに置いといて、こうして、こう、あ、こっちに来て、こうして、こう、 OKOKOK。 でも今までの中では簡単な方だったね。 NEXT くっつき、透明、透明、ゴール前で透明化を解除。言ってるね。左に向かってめっちゃ持ってこれて。このステージさ、上と下って何使うんだ？右に向かって掘り進められるのは、右向きの透明だけでしょ。このこいつの恩恵を受けてるこいつはどんどん進められるけど、それ以外のやつらは置いていかれるんだよね。だけどここに入ってもハットはその上と下にしか効果を発動しないから、ここに至ってくっつきは反応しないわけよね。だけどこのハットとくっつきがくっついていれば、ここにいる、違うな、くっつきが下を向いちゃってるから、ここに何かがいないとくっつきが反応しないんだな、それ。ここにいる物体は通過の影響は受けないから、通過できなくなっている。ああ、待っ
って2マスいけるな。こうなってたらこことここの2箇所が空気になるから。2マス一気に掘っていくことができるな。そうするとどんどん入れるかもしれない。だからこの位置を維持したまんま、くっつきで維持して持ってきたいな。だから、ここか、ここか、ここか、ここにくっつきがいてほしい。でもくっつきは下に向かってたから、まあ、ここか、ここなんだろうな。ここにくっつきがいて、ここにくっつきがいて、ここにくっつきますがあって、この帽子がいるからこれとこれが全部くっついててっていうのが理想だとすると、まあこう、そうするとこれ全体が多分入ってこう持ってこれるんだけど、あとはそこからさらに引っ張るためには自分は右にいますのどっちかにいないといけなくて、そして箱も持っていく、箱と自分が重なるかどうか、ここはこう入るか別かの二択がある。くっつきがいる。これがダメだってことは、うさぎ全員が満足じゃないんだね。すべての人参が満足するの方が、やらないといけないことなんだな。ここで、じゃあ、これを入れ替えてみると、自分が、あ、ん？入れない？あ、そっか、くっつく。いや、でもこのままこっち、いえいえ、そう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 。こっちはよりない気がするけど、こっちの方がやばいよね。さっきのでいいと思うんだ。だからまあ軸が選べたりする。正直ここの計算はもうできないよね。なんか上に向かって掘り進める。あ、そっか、上向きの子ね。なるほどね。そうだね、もう残ってるのは上向きの子なんだからな。上向きの子なんだからと言われましても、透明帽子も持ってくることができて、壁として活用することも可能。くっつきと箱を剥がしたいよなっていうのをやりたければこうなんだよな。ただまあその通りだよねっていう結論にはなるので、こうなんだな。そうするとこれをどかして、これをこっちに持ってきて、マジですか。
帽子がいらないはその通りなんだよな。今回帽子の恩恵は受けてるんですよ。帽子があったおかげで、あいつを切り離せてる。だこれこの帽子がいなければ実体化が解除できるから強い。が、それができねえ話でして。さっきは帽子を連れてきたパターンだよね。帽子がいなくなると、くっついちゃうのを外すキャラがいないため、帽子来てほしいの方がやりやすいけどな。帽子が来る。これなんかすごくそれっぽくていいんだけど、さっきここから先がやっぱなかったんだよね。相手のこっち？そんな。ど真ん中のままで良い？そんな。くっつきたくないんだから。下。本当かよ。くっつけないと今度は取れないぞ。君そこにいてほしいと思うんだけどな。で、こう来て、帽子どかして、上。あ、できた。惜しかったじゃん、さっきの。ラスモン、34。上。透明か、透明か帽子を持って取り出すことって可能か？俺何ができんの？透明か帽子取り出さないとゴールできないから、透明帽子をここに置きたい。そうすると、なんで？ちゃうよ。いや、ここに置いて自分がここにいればトントンなんだよね。で、そこが開通すればこれも持ってこれるよねみたいな、よくわからんものになるらしい。これをやるとあいつくっついてきちゃって、もう最終ステージが、だから正直どういうレベル感のものが来るかはわからんなすぎる。帽子ありで透明化。こうなっちゃうと、こうなっちゃってもうわからんけどね。そうなっちゃって、こうなっちゃうと、そうなっちゃうのかい。途中で切り離すことはできないのか。縦横の移動と手前には来ちゃう。あいつはくっつきの対象になってると、箱を押すような行動ができなくなってる。
ここで外れはするが。相手な。これある？もうここで積んでるよね。積んでないの？いやでもあの箱はもう取れないから、これ2つくっつけは絶対ないと思うんだよな。いやだけど今 この2つがこう、ちょっと待ってよ。だったらこれは一旦どかして、切っちゃうな。まあいっか。こうすると押せるんだよね。めちゃくちゃわけわかんないけど、なんか動ける。これができるんだったら、あいつを下に下げるよりむしろ上に上げといた方がゴールだったんじゃないかと。こいつ。とか、そのままあそこに居続けるだけでもいいな。いいのか？君は動かなくても良い。で、待て待て待てね。じゃなくて、何をしたんだっけ？このまま、自分が、あいつは壁に入ったまま自分がくっつきを持った、この真下にくっつきがある状態だったよね。確かさっきやってたのは。ああ、だったら。こうしちゃってから、こっちに来てから。もう一個上？あとやっぱり上をセッティングしておかないとダメな気がしている。ただ押せはしない。まあでもこれでもいいのかな。こうしてこれ持ってきてこう。うさぎ重なっちゃうな。なんだそれ。あ、こう下に持ってきちゃうことになっちゃうの何なんだこれ。いやまあくっついてるからそうなんだけど、これじゃダメなんだよな、これじゃダメなんだよなと思っています。なんか動き方は間違ってはいないと思います。あとはなんかポイントがずれてるっていう、そのぐらいの差だと思う。
もう一回下げてやってみるか。こうしてると次の箱は入れられないけど、ここにある幽体の箱だけはなんかセッティングし直せるか。戻しちゃってんね、戻ってんね。これまで押しても自分にくっつきがついて回るので、くっつきを外した。ただもう入れない。ここにあると入り直すことはできる。入り直すことができるだけだから、なんか状況としては違うかなという感じがするね。道として使えるのはいいんだけど使えない。透明はそこに置いてきてしまったらもう入れないでしょ。道はできてんだけど通れないよねっていうやつね。くっつきが一緒に、うん、でも自分以外の物体がくっつき防止の対象になっちゃうと後で剥がす行動ができないから、なーで。動作がよくわかんないんだ。まあ、こうなって解除できるから、なんだろうな、透明がそこで止まっていてくれれば、ここは上に押し込めることができる。ここに来ても出られない。ここに来ると透明、上を行けるけど戻れない。目的がわからないな。透明なので、うーん、そうなるか。ただあの帽子がもう動けるな。なんでや。いや、そうか、行き先が何もないからな。とはいえだな、箱も一緒に持ってっちゃってるから先がないか。なんかここでね、なんかもうこいつもここにはまっててくれたら今のゴールできてたやんな。はまった。ということは、ただくっつきであそこに行くとこのパーツを上に押し上げるっていう動きが勝っちゃうので、
やっぱつれえわだよね。これになっちゃうから、これゴールにならない。だから、もう、上のやつをもう一個奥に入れときたいんだよなぁが発生してるんだよね。ただそれはできない。くっつく。上何すればいいんだ。この位置がめちゃめちゃ正解に近いと思うんだけど、違うんだよな。下のものを上にやるとか、上のものを下にやるとかはできるんだけど、それは目的ではないです。分かってはいるが、でも一個ずつやってもダメだったし、重ねるのもダメだし、これを一個ずつやるともうこの後、なんか一時保存できる空間というのが概念が出てきてる。これはでも初めての手だ。あ、でも透明感とこいけないね。戻せたな。もともと取ってたポジションは、戻せない。戻った。戻った。今度は自分とくっつく帽子がくっついてる方がいいんじゃないのかな。ほう。でもか、入れないか。入れないかというか、くっついてくれないんだ。そうか、くっつく処理が起きないか、そうだな。わかんね。ここに入れたの失敗だったっぽいしな。まあ、取れない。上から押すことができないならダメだ。いや、なんだろうな。思考で解けるレベルを超えてる気はするよな。すでに。最初にやる行為はこれでいい。透明帽子の隣にくっつき帽子でここが入れる。ただこれより上はいけないので、ここで終わり。これをこのくっつきが連動してくるようになっちゃってるから、こっから下に移動した後に必ず
帽子も移動する。左だろうと右だろうと。くっつきの帽子を剥がしたければ、そもそもこの形でここに来るのを諦めないといけない。帽子がはまる、帽子のはまる場所を変えることができるが、これをするとこれを押して終わり。これをするとプレイヤーとウサギが重なるんじゃなくて、あっちにウサギが持ってかれちゃう。ウサギと透明が重なっている状態。こうすると全部重なった状態。これを押せるんだけど、まともに戻ってくる方法ってあるか。ここに透明があってもダメだし、ここに透明があっても押せないし、ここに透明があったら押して帰ってくることもできる。透明をここに入れることは可能なのかっていうと無理だろ。透明の対象になるはずがないんだ、ここのブロックは。なので無理。だここに入っちゃってるとここを照らすから、それでも、いや、あ、今どこがどうなってんだ。ここが通過できるなら、いやでもこれは押せないわな、どっちにせよ。帽子がここに埋まってるのは大変良いんだけど、そいつにくっつきの属性が入ってることが厄介なんで、帽子は置いたがくっつかないみたいなのが理想ではある。まあでもそれを考えててやっていける問題ではないと思うが、ここだとあんまり意味がないんだよね。だけどもう一個上でやってると、やっぱり意味がないんだよね、で終わりなんだよね、こっちに関しても。もう触れないという。触れない、この物体で。でも戻れないというか、箱ごと戻しちゃうから。で、帽子があそこに置き去りか。いやー、あんま良くないね。この帽子はもう、ここにはまっちゃうと取れないのさ。うわ、取れる？なんで？自分にくっついて、移動するから。ダドども、これっきりだべや。もうこの透明のところに行けないから終わり。わかるわけねえじゃん、こんな問題が。なんだこれ。ギブ。
や、ギブというか、まあ延々やってれば解けるけど、まあなんか一回いいやって感じになっちゃった。解くために考えるものはない、ない。なんかたまたまうまく動くものを待つだけだったらやりたくないな。逆算できる余地がないんだよな、こいつがやばすぎて。ただある程度やったけど、まあ箱を上に押し、下に出すことは簡単なんだけど、上に出す、上に押すことが難しくて、箱が重なっちゃうっていうのも現金だから、何でもかんでも透明化してぶち込めばいいよねというようなものではないし、一個奥に入れてもう一個奥に入れてっていうのをやろうとすると、なんか一個目を奥に入れた時点でこいつが2回目に使えない場所に置き去りにされちゃうからダメっぽい。この空間がこいつをここに固定するために存在するんだとしたとしても、このここがあるせいでやっぱ物を押したりはできない。ただくっつきがあれば押さなくとも移動はできるから、いや一個をここに押し込んどいた後にこいつをここに持ってきて、嘘だろ違うって、それはここが入れないんだから、ここ入れないんだからって言ってる時点でこいつはここにあっても意味ないんだよな。こいつはここの出入り口を開けるために存在していないといけないから、なんか今までこれを取り出した後にさ、くっつけたままここに持ってきたけど、こいつ単独でここ来るってなんでやれないかったんだろう。こいつがいて一番いてほしいのはどこ？一番いてほしいのはここかな。でもな、ここにいてえいえいで押せるのはたった一回しかチャンスがないから、それをやるときにはもう箱がここにいないといけないね。箱はここにいてもこの子は幽霊なので押せないから、箱と自分が合体していてそれをくっつけて移動できるみたいな状態なんだろうけど、くっつきで移動できて最後くっつかないだから、やっぱこれ最終は分かるんだよな。なんか一つ箱をこのマスに入れといて、この帽子がここにあって、で自分とこれが合体してくっつきを使って下からうーってきたら、この物体はここで固まるので上に行って実体化してゴールだと思われるんだ。まあ、2回目をやるときにはこれは取り出せていないといけないか、もしくはここにスタンバれていないといけない。一つ目の物体を奥に押せができない。いや、やれてもこの子が回収できない。なんかこの辺の通路を開けたりとかになっちゃうんだよな。まあ、それが見つかればもういけそう感はあるよね。正直。そこの挙動さえ見つかれば、だからこの形がそもそももう違うのかもね。ずっとこれでかけてやってきたけど、本当にこれなのかっていう。ここは入れないから、こっちからこう入ることができると。で、あれだけを上に押して戻りたいをやりたいから、もうダメでしょ。そこが通過可能で自分がくっつきになっていたら、ここで自分がくっつきになっているをやってみると、帽子も一緒にくっついてきちゃうゆえこうなるが、帽子をこっから取り出せ、ないんだよな。ここに入っちゃった帽子が取れないですよね。
な、帽子をそこにやるべきではない。この帽子は取れるか。くっつきの力が、くっつきの帽子がこの辺にあればまたこれは回収できそうな気配はある。ただくっつきが動かないのは壁があるからです。元通り。クソ、あいつ奥に押し込めれば勝ちなんよ。さっきからずっと。いや、でそれをやり続けますかっていうところで、なんかもう嫌になってる。この配置で行くか、ここに自分が入るかは選べてるんだけどな。こっちの場合は、変わんないか。変わんないね。別に変わんないな。自分が左に行った後、どうせくっついてくるでしょ、なんだよな、これも。そうか。押しても戻れる。だからまずくっつきは行っちゃいけないし、押して戻ってこれて安全は、いやこいつがここだろうな。うん、こいつがここしかありえんな。こいつがここにあって自分が入れてて、こう押してこっからこっちに入って戻ってくるみたいなのがルートだわ。だからこいつをここで固定し続けるというのがまず必要だから、くっつきがここにいちゃいけないから、やっぱこいつだけを、ああなんだろうな、こいつはここに持ってくるんだけど、でも自分はここに入んないといけないから、これを帽子をただ押しに行っただけだと自分はここに入れないんですよね。だから帽子があって、その透明化の力を受けて、この2人が同時に上に移動できるから、どっちかがくっつきを持っていないといけないんだが、どっちがくっつきを持ってたとしても、ここから左に行くとこの2人はセットだよ。なんだよそれ。なんとかならんのか。なんとかならないのでしょ。むずいなぁ。